あの人の現在。おにゃんこクラブのメンバーでタレント女優として活動していた吉澤明恵さん、可愛らしい顔をしていて人気もありましたが、スケバンデカにも出演していましたよね。そんな吉澤明恵さんの現在の様子をご紹介しましょう。1991年に芸能界を引退した吉澤明恵さん、それからは芸能界復帰をしてはいませんね。引退後ですが、少女小説の持ち込みをして出版関係で仕事をしていたこともあるそうです。また1993年には神様ごめんなさいを本名名義で出版されていました。他にも1996年に中古車情報誌に登場したこともあるそうですよ。この時は普通に一般人としてみたいですけどね。私生活ですが、1996年に一般男性と結婚したという情報があります。またその旦那さんの関係で海外移住していたこともあるそうですが、今は帰国しているということですよ。子供もいるそうで、事業参観に出席している姿が週刊誌に載ったこともあるということ。これが本当ならば、結婚し子供がいるという情報は嘘ではないでしょう。ただそれ以上の情報はないというのが現状ですね。今後吉澤明恵さんの子供が芸能界デビューするなんてことになれば、吉澤さんにもスポットが当たるっていう可能性もあります。しかしその可能性は低いと思いますけどね。今までにも芸能界復帰のタイミングはあったと思いますが、それをしていないわけで芸能界に興味がないのではないでしょうか。もしくは芸能界がとても嫌だったという可能性も否定できません。それこそオーディションで電撃デビューしたわけですし、プレッシャーも半端なかったでしょう。芸能界の裏も表も見てきたからこそ、もう十分やり尽くしたっていうことかもしれませんよね。芸能界に未練がないからこそ今まで復活していなかったのでしょう。吉澤明恵さんは今でも好きだったという芸能人も多いですけどね。それだけインパクトを残していたわけですし、現在の姿を見たいっていう気持ちもあります。現在55歳ですから、美魔女になっているのなら復活してほしい。っていうか美魔女じゃなくても一度は見てみたいですけどね。とはいえ、今は一般人として幸せな生活を送っていると思いますし、子育てを頑張っているのでしょう。離婚はしていないと思いますし、幸せな生活を送っているのなら静かに見守っているのがファンとして正解でしょうね。最後までご覧いただきありがとうございました。